び人とカラス。仕事で旅に出た人たちが固めの潰れたカラスに出会いました。みんながそのカラスの方を見ていると、中の一人が言いました。旅を続けるのはやめて引き返そうよ。あのカラスは僕たちにそういうお告げをするために現れたに違いないから。すると別の一人が、あのカラスが僕たちの身にこれから起こることを予言できるはずはないよ。だってあいつは自分の片目が潰れる危険さえ避けることができなかったんだもの。このように人間でも自分自身に関わることさえわからない人は、他人に忠告する資格はありません。